ございます。今日は私の一日をゆるく撮りたいと思います。ちょっと今寝起き5秒ぐらいなんですけど、さすがにボサボサすぎて映せないので、また後でお顔を映します。お餅くん、あのね、これはお餅くんがね、食べ方が汚くて前に飛ぶのでここに置いてます。お餅おいしい？いい？ちょっとお顔を撮らせてもらって、うん、ありがとうありがとう。でこれからね、今日はお餅くんのトリミングに行くので早速準備していきたいと思います。あ、いいよ、ご飯食べて。はい、今日はリエルのワンピース着てお出かけします。ヒュー、おもちくん、お布団の上やめてほしいな。おもちくん、毛だらけになっちゃう、お布団の上。行くよ、もう。お外、お外行けるね。行こう、行こうよ、おもちくん。じゃあね、じゃあバイバイ。明るいね、暑いね、今日。おもちくん、車怖いんだよね。車の音がするとね、もう一歩も顔を出してくれなくなります。ほらほらほら、中入ってて。カフェがあったのでテイクアウトして帰ります。一旦家に帰ってきました。はい、おもちくんがね、家にいないのめちゃめちゃ寂しいけど、あと2時間しないぐらいで帰ってくるかな。お水が嫌いなのでちょっと嫌がってたらやめてくださいって言って帰ってきたんですけど、まあ頑張ってくれることを願います。はい、では私は今からご飯を食べたいと思います。ご飯はご飯 Vlog の方で載せるのでそちらを見てください。はい、すごいさっぱりさっぱり。おかえりおかえり、おもち、ご飯食べたね、今帰ってきてね。おかえり、すっごいさっぱりしました。これで夏過ごせるね。行っちゃった。いい匂いしますね。本当ですか？すごい、いろんなもの混ぜてるからいろんな香りが。ハーブです。めちゃめちゃトーンアップしました。わかるかな。今ちょっとエステに行ってきました。ツルツルです。嬉しい。今日暑すぎて本当にやばいですね。本当に暑い、息が上がる。ちょっとね、さっきおもちくんのトリミングの時よりも
よりもじゃなくてカメラ忘れちゃって、エステのところから iPhone で撮ってるのでちょっと画質が変わっちゃってるかもしれないんですけど、ごめんなさい。で、私今からリエルの秋服、あ、ごめんなさい、もう本当に頭が暑すぎて頭回ってないね。リエルのね、夏の撮影の打ち合わせがあるので今から打ち合わせに行ってきます。ちょっと暑すぎる、本当に暑い、今日びっくりするぐらい暑い。打ち合わせ頑張ります、今から。またね。はい、ただいま帰宅いたしました。約アパレルの打ち合わせした後にもう一個打ち合わせして帰ってきて、今7時です。またカメラの充電が切れてしまったので iPhone に切り替えたいと思います。はい、そんな感じでね、帰ってきて7時なので、あの夜ご飯を今から食べて、頑張ったのでちょっとApexをして、またちょっと作業をして、今日はゆっくりしたいと思います。はい、てな感じで、なんかもう髪の毛もボサボサなんですけどね。はい、まあ今日も今日とてゆるい Vlog なのですが、皆さん最後までいつも見ていただきありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、こんな感じで、まあ夜ご飯もまた違う動画で撮って、また今度載せたいなと思っているので、そちらの方もぜひ見てね。はい、今日はこんな感じです。はい、ではでは、またお会いしましょう。